するよ。เพราะมันเป็นเนื้อเรื่องแล้วบาบาร่าไปกันเฮ้ย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 จะโดดลงซะละพูดคุยกับพนักงานแบงก์เหรอหือようこそ公使様のご友人バデューでのご活躍をお祈りしておりますよはたぶんあれはねたぶんあんぼんまいだいたぶんあんらんかまいだいあんらんかわかん私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水。みあらいね、いや、ぼくんでよ、かっ。ぼくん、ぼく、ぴむねぎゅうべれい、るあらいげや。み、こくんぽんちょいよ、らよ。いや、ぼくんでよ、たくこんなんばるむ、かみみぴょうだらい。問題に戻らせていただきます。やんや、べぼくまいこんでよ、らぽんべる、あ。กลายเป็นว่าไอ้ไมล์มันก็ลืมไปแล้วบ้างน่ะไม่เห็นพูดถึงเลยน่าจะลืมไปแล้วยักษ์โซโก้ฮัตสต์อ่ะฮิโต้ซากาสต์คุรุต์เหรอนะสิคะฮัยจูเกียวอดาฮาได้คิดฮิโต้ซากาสต์โค้ชซามาว่ายักษ์โซคุชิมาสต์ฟาดิวิโน่ชิคโก้คันว่ายักษ์โซคุโอชิไกมาเซ็นจ้าโลโก้นี่เก็บอ้ายรุนด้า講師様はルリ邸にいます。ルイリパビリオン。わあ、ルリ邸か。聞いたことがあるぞ。リーウェイの料理にはリー祭とユエ祭の二つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。で、リー祭の代表がルリ邸なんだ。ไม่ต้องขอโทษครับไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่ทำไม่ถูกเรียกว่าอะไรชูเมนไต่เกจสเตอร์ที่ฮานาชิดะเซ่พอพูดถึงเรื่องกินเทไรเธอก็ใช่ไม่ต้องนี่ทั้งนี้ก็คืออร่อยชิ้นมันก็อะไรซะไปลาก่อนเทพโบราณตามหาชายเหรอตามหาไอ้ชายทำไมมันเป็นตรงไหนวะนี่ไงลงมาแบบดีๆไม่ชอบยาคิดาเน่ยักษ์โซคว่าฮัตสต์ตาโยคิมิตาชิโอทัสเคราเรลฮิโตกันชินโนเซนไตกาชิเซย์นิโอตเตคักซาเรตาโตยูนันไดโอไคเคทสเตคราเรลฮิโตฮิทสเคตาเดซอยทว่าดโคนิอิรันดาลุลิมันอ่านว่าอะไรปะเนี่ยลุยลี่อ่านยากเหลือเกินเซตไตโอいや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。皇室様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。
เฮ้ยไอ้นี่มันตัวในหน้าลันเชอร์นี่หว่าไม่พูดไม่พูดจาอ้าว紹介するよこちらは家業人で王城堂の角形勝利先生だเวงเวงเวงเชงคุณโอ้โหอะไรวะชองลีเหรอบุคคลแห่งเต่าคืออะไรวะลีเอเดอ王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ影の下を歩くはじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を王女。ジョンリーだ。あ、まさか。王女堂っていうのは。来年、喊完了。公演刚刚开始。そうだ。あ、你讲的ジョンリー、是吧？王城堂とは葬儀業者で人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにあるおあれまさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかなファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど王城堂は違うよ少なくとも表向きはね一応家業人だからね詳細は言えないとにかく君たちに紹介した理由は、うん、俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。うん、เราจะเข้าไปหาร่างของราชาแห่งหินนี่หว่า。なんだって？驚くことはないよ。天竺炎行幸の企みのせいで、岩神の戦隊が隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが。千人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、千人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。王天、我啊，难了，个人，生命。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし、今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。そうだよ。真犯人もまだ捕まってない。ตกลงใครฆ่าวะ神殺し事件。เฮ้ยห้ามสปอยนะ。王城堂は気になどしていない。王城堂が気にしているのは、千人を迎える迎戦儀式が盛大に行われている反面、去った千人を送る送戦儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に、岩神を送る儀式の準備をしてくれないか。โอ้โหกูตอบเลยเดี๋ยวเนี่ยคือจะให้ช่วยเตรียมพิธีส่งเสียนให้กับเทพแห่งหินว่าดีสารานี่ตัดทิ้งไปเลยอันนี้ดีกว่าป่ะเก่งเมื่อนะฮันดันดะนั่นเทนจูเอ็นโยโก้เขาจะว่าเทคุนの戦隊を見ることを禁じた無事七神を訪ねたいのなら
君にはこの方法しか残ってない。その通りだ、うん、操船儀式に参加することだけが眼神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。ああ納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。 OK さあ、行くなら早くしたほうがいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。ตามไปคุยกับจงลี่ที่ข้างนอกอยากได้การ์ดแคปเจอร์ว่ะนี่ไงยืนอยู่นี่ยืนมองหน้ากันたびびと、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？なるほど。お前はそういう種類の旅人か。それも悪くない。しかし、神のいる地には3700年の歴史がある。3700年。お前はまだ全てを経験したわけではないかもしれない。อย่างเยอะประวัติ操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七星の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七星の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。操船儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーユエの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。ウィンディアンテープノクティลูอะไรวะเนี่ยノクティลูคัทเจ็ดอ้าวเช้าเช้าวิ่งไก่เลยお客さん、海水溝へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？ランカー、安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも、食傷級のものが必要だ。食傷級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。こちらはいかがですか？海水溝は老舗ですからね。この品質をご覧ください。
まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石3つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でもどう選べばいいんだ。適当に選んで帰るか。เป็นเจ้าของในการเสี่ยงโชคในวันนั้นจะหูเบาไม่ได้ฉันอยากจะถามความเห็นของคุณถามจงลีเองเลยโอ้ยいいだろう。俺が決めて良いのなら答えは簡単だ。お、答えは全部もらうぞ。โอ้โหありがとうございます。さすが。แม่งเหงาหมดเลยお目が高い。待て待て店主今のなしもう少し話し合うからเดี๋ยวเหมาหมดนี่ไม่ได้ปรึกษากันเลยฮะหนูตังพอหรอวะโอ้ย儀式に必要なのは一つだけだろ全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないかモラ確かにその問題は考えてなかった俺のはあ買い物するならモラのことを考えるよな何事もモラを考えなければならないなら何事もモラに縛られることになる。モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。ごん。これがお金持ちの世界か。経済学のことはわかるのに、お金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題ヨドマリー氏品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリー氏は器具によって成形された後に、その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった。火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし、正しい鑑定方法はちゃんとある。知識、人の指を持って月を指し、持って惑い物に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。どういう意味だ。指で月を指すと賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。นี่อยากได้นิ่มกวงอะไรพวกนั้นน่ะ店主戻ってきたぞ少し焼いてみたいから石を貸してくれ焼くいけませんよお客さん焼かれたら売り物になりませんไม่งั้นพวกเราก็ไม่ซื้อแล้วลองตอบมันล่างไหม買わないそんなお客さんもう少しお話ししましょうよ買い物は話し合いからですよ。そうでしょ？はい、ครับ。こうしましょう。じゃあ、来年、3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ。商売のルールは分かっている。いい鉱石だと分かったなら、損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。
番号もつけてあります。バンちゃん。薄すぎだろ。髪より薄い。いや、虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。ケチ？これでもかなりの出血大サービスですよ。これ以上削ったら、こちらに損してしまいます。でも、こんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは、空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えば、この白変でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら、水元素の力で石を守る。おお。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや？やっないね、今日がもんなーな。そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃあ、あとは実験できる場所を探さないと。ตามหาสถานที่เพื่อทดลองห้องครัวของ万民堂か？そうだな。シャンリンがいないうちに。いや、シンリン没有。あそこは人が多く、万が一元素反応が暴走したら、民衆に害を及ぼしかねない。そういったリスクは極力負いたくないな。あ、思い出した。モントで見たんだ。ダダウパの谷の甲肉族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。じゃ、サンプルを持って早速行ってみようぜ。กี่อันเนี่ยสามโอ้โห 2,000 กว่าเมตรเลยเหรอทางไหนวะเนี่ยอื้อหือถ้าโดดอันนี้ไม่ได้วะทางนี้แล้วกันใกล้สุดใครอ่ะปิดแม่งเราเล่นเนื้อเรื่องอยู่นี่หว่าปิดไอ้นี่ก่อน F อ้าวปิด F 2อันนี้มันกดตู้นี่หว่านี่ไงตู้เนี่ยตังไม่พอร้านค้าพาวมอนไม่ต้องซื้ออันไหนวะเม็ดฟ้าเม็ดฟ้าเม็ดฟ้าอันนี้สินะหรือแม่งที่หมดเจนโลเมาเข่ง6อันวอตได้อันเดียวเนี่ยนะเฮ้ยเรามีกี่อันละเฮ้ยพอเอาเลยสกิปได้ไหมภาพโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สารยำ
ไอ้เลวมึงไม่ออกสักตัวเลยไอ้ห่า風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。牧歌の城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。おほ。สารยำมากทำไมไม่เอาเอาโอ้โหซ้ำอีกโอ้ยซ้ำสู่โค้ชเฉยเอาตัวอื่นไม่ได้ไหมทำไมต้องเป็นสู่โค้ชเออผมว่ากดทีละอันน่าจะเวิร์กกว่าว่ะทีหลังไม่กดทีละสิบแล้วกดทีละอันดีกว่าเฮ้ยโหหม้อใหญ่อ๋อไอหม้อนี้ป่าวะนี่แน่ไม่ได้ตันติเปิดก๊อกเรียบร้อยおいらもサンプルの番号と位置を注意してみとくぞ。じゃあ始めよう。結果が出るまで炎元素で大鍋を加熱するんだ。光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が言ってたよな。え、使いファイ、炊いて炉熱。あう。変えたわ。เฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันเพื่อนใครวะต้องใช้ไฟมา準備完了ได้เวลาใช้เอมเบอร์เอาอะไรมันตีกูนักหนาเนี่ยฮะอัดโอ้แม่งมีตัวน้ำแข็งร้อยเอาไป
押し置きเอาแข็งพอดีบาบาร่าไปกันยาเอาโอ้โหเดี๋ยวさせないこれはお仕置き。ก่อนเลยเนี่ยไปหรอวะบาบาร่าไปกันโอ้กลับนะซัยชินามอนは取り置きしてありますよどれにいたしますอ้าวเอาเบอร์ไหนวะเนี่ยโอ้ยそれじゃないだろそんなに光ってたかちゃんと思い出อ้าวอันไหนเนี่ย3เหรอそうそうおいらもこれだと思ったかしこまりましたถูกเฉยお気に召されたようで何よりああ3番のよどまり石を1箱もらうぞかしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なよどまり石を必要とされているんですか？なあ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道にもう過去のことですが、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このよどまり石は半額で構いません。どういいのか？今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ。今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。くー、店主、その気持ちきっと
岩王帝君にも伝わるぞ。リーゆえ七星とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーゆえは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああすまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何？ไม่ได้ตังค์มา。モラがない。いいね。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする？結構な額だぞ。あ、そうだ。講師から資金をもらってたよな。足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。少々足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。一モラも出してないくせによく言うよな。ครั้งหน้าให้ปวดอย่าลืมพกเงินมาด้วย。なあ、努力はする。今回の件は礼を言う。มันเป็นคนยังไงวะลืมเอาตังมาเนี่ยไหนวะทางไหนอ๋อวันนี้ต้องเป็นคนยังไงถึงได้ลืมเอาตังมาเนี่ยอะไรอ่ะจุดชมวิวเหรอนะบันทึกเข้ารายการเฉยเฮ้ต้องอ้อมไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อว่างヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは。そうするしかないな。ところで。ここが操船儀式の会場になるのか？ああ、この場所を貸してもらい、儀式の準備を行っている。สถานที่เดียวกับพิธีอัญเชิญเซียนเลยそうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それと
ここに残っているガンオデイ君の体伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりをすべて揃えたか。なるほど。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋ってリーウェ唯一の造幣局であり、テイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。ぬや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。総選儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーゆえでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？茶の香味。いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。へえ、サムレッジ แล้วน้ำหอมเกี่ยวขึ้นมาเลยเกือบลงน้ำแล้วไอ้นี่อีกแล้วเหรอเทชูเกชูบานะってあるかเกชูบานะもちろんあるよどの種類一番品質のいいやつがいいよなเกชูบานะってมีหลายชนิดเหรอ種類があるのか何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、氷尾をたる千円。この三種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。
รู้สึกว่าฉันคุ้นหูคุ้นตาบ้างเหรออ๋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 
申し訳ない。先ほどは言葉が過ぎましたね。ใครมาทักอะไรตัวนี้เนี่ยさあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り、数井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち、その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。おーい、そしてこっちだ。山の影や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、花蕊が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人のもとを訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。褒めすぎだぞ、勝利。それで、この三種類の芸術花のうち、どれを選べばいいんだ？店主、全部もらうぞ。行くなよ。芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。だが今回3種類とも飼うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで岩王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を、それで、モラは持っているか？行くなよ。お客さん、すみませんが、一つお聞きしてもよろしいですか？これら…そうだけど…はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので、割愛させてもらいますが。とにかく、岩王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと。岩王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。わあ、いいのか？岩王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に岩王帝君が歌を作っていなければこの芸商花だって重宝されることはありませんでした。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って
神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。ไม่เคยพกตังค์มาเลยดิ。いえ、ほんの気持ちですよ。ได้ของฟรีไป。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ？できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。ジオナフルタイ。林姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。ไปถามแลน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 แต่ว่าแลนทางนู้นアラシ姉さん、手伝ってほしいんだけ。悪いね。もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。ちょっとしたことだよ。なんで気に入ったん？あなたたち、私をからかってるの？私はいつも外を走ってるの。そりゃ見た目には多少気を使ってるけど、いい匂いなんてとても。でも、嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。そう言われてみると。確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくるときに積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。ああ、そっか。嵐姉さんも花を積んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメに聞いてみたら？シミンが。あの占い師のお姉さんだよな。確かにいい匂いがしてたかも。